新山口カンツリークラブは山口県豊富市にあるゴルフ場である。毛利家は東京高輪本邸を財産税で物納豊富本邸も物納の危機にあった家族制度の解体、農地改革、財産税など戦後の旧家族たちは追い詰められていた。その窮場を知った地元の経済界が毛利本邸裏山に旧ホールのゴルフ場を作り、 その入場収入で税金を納めることを提案した。もう年へ本邸を用地としてコース設計を井上誠一に依頼、1952年7月11日、山口館ツリークラブ9ホールのゴルフ場が開場された。山口館ツリークラブは山コースだが誕生の歴史がある。クラブの正面は毛利本邸の正門で山口館ツリークラブのシンボルである。 1975年9ホールを増設18ホール規模のゴルフ場が完成した。全域は毛利の森と呼ばれ、毛利藩の歴史と伝統を継承したゴルフコースである。毛利本邸に作られたコースはブラインドコースがあるが、アリソンバンカーが設計したゴルフ場である。理事長の太陽漁業株式会社の中部理三郎、子孫の一次郎、 金次郎兄弟も山口カンツリークラブで腕を磨いた。2008年12月1日、山口カンツリークラブは公益法人改革法の施行に伴い、資金が確保できないこと、税制上の優遇等が消滅したことなどから株式会社への移行を決め、スポンサーを探すことになった。同年8月末日、山口缶ツリークラブは社団法人を解散し、高川グループ2乗と、また、 同年9月から、ゴルフ場名を、高川、新山口カンツリークラブに変更する。2016年4月28日、高川、新山口カンツリークラブは、経営会社が高川グループから、エスフーズ株式会社のグループ会社の、株式会社新山口カンツリークラブに変わり、経営交代に伴いゴルフ場名を、新山口カンツリークラブに変更された。 郵便番号747-0023山口県、抱負市たたら1丁目15番1号。ありがとうございます。